やあみんな、ジェット大輔だ。僕のビデオショーへようこそ。今日はみんなにマッキントッシュについて話そうかと思うんだ。いい音だ。君はマック持ってる？僕はこれが大好きさ。僕はいつもこう思うんだ。マックっていうのはただのコンピューターじゃない。これは一種の楽器だなってね。さあこれを見てくれ。これはミュージカルタイピングという機能だ。ドレミファソー。マックのキーボードで演奏できちゃうんだ。アメージング。そしてなんと音色を変えることもできるんだ。バッ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 バン。これはホーンセクションの音。そしてこれはドラムだ。ドドンダンダンチャンチ。活かしてるね。まるで宇宙時代の音楽のようだよ。これはもうシンセサイザーと呼んでいいんじゃないかな。そう思わないか？マックが楽器だと思う理由、これで分かってくれたかな？ OK！ じゃあまた会おうぜ。